めいちゃん、めいちゃん、めいちゃん、めいりりすちゃん、めいちゃむ。はい、皆さんこんばんは。始まりました、メイリーズジャムメイジャム。このお時間は毎週金曜日夜11時半から約30分でお送りする音楽番組になっております。私パーソナリティのメイリーです。よろしくお願いします。皆さんにご報告があります。メイリーズジャムメイジャム FM 那覇さんで始めて1周年経ちました。おめでとうおめでとうだよね。本当にさ、あっという間に1年が経ってしまいましたが、でもこうやって自分のペースで続けられてることが非常に嬉しいです。この嬉しい気持ちをみんなと一緒に分かち合いたいということで、収録に変えて初めてのゲストをお呼びしました。もうアーカイブ配信を多分ね、その後見てくれた方はもう最初から可愛いお顔が映ってるんだけど、じゃあ紹介してもらおうか。ゆりです。ゆりばぶこと浜川ゆりです。イエーイ、一周年おめでとうございます。ゆりが来たよ、他局のやつが、はい、言うな言うな、平和に行こうよ、仲良く行きましょうよね。ゆりはね、もう沖縄県内ですごい今頑張っている、まあ、タレントちゃんなんでありますけど、はい、はい、かつては一緒にね、はいはい、彼女がメジャーデビューするまでの間ね、よく私とレッスンをね、そうです、していた中でもあり、はい、でね、私がね、もう今年会いたい会いたいっつって、本当に会いたい会いたいっつって会えなかったから、もう今呼ぼうもうありがたいです。このうちだ、今のうちに呼ばなきゃ。なんなら会いたい詐欺かなと思ってるぐらい会いたいという思いは伝わっても、なかなかね、会えずいたんですよ。なかなか会えなかったんだよね。だからもう呼びました。いやー、念願でございます。念願で、あまり仕事としてお会いするっていうのはない。なんだ、初ぐらいですよね、うん、絶対ないよね。カムサミダー、カムサミダー、カムサミダー、行こうよ。嬉しいです。ありがとう。いや、というかこれをまあ仕事と思ってくれてありがとう逆に当たり前ですなんか当たり前、遊びに来たよって感じのノリかと思いました。いやいやいや、もう超楽しみに来ましたよ、ね、もうメイリとユーリの組み合わせって案外多分ないと思うので、かなりレアな回に本当ですねなると思います。もともと私はチューニングキャンディーという、まあ、ガールズグループで活動していたんですけれども、そ、はい、まあ、それが2021年に解散して、うん、まあ、今はソロで、まあ、ラジオを始め、まあ、テレビだったりいろいろ活動させてもらってるんですけど、うん、やっぱメイリ先生はダンスをしてる子のイメージダンスの先生っていうファンの皆さんとか、そうだね、ジュニキャンの先生って思ってるんでと思うんですけど、うん、意外に2人でもお話しさせていただいたり、うん、ご飯行ったりとか、うん、深い話も、はい、交流はありますよ。今日はいろいろ話せなかった話とか、うん、できたななんて思ってます。いやー、ファンはぶち上がるだろうね今日やばいね。はい、はい、ということで今日はね、音楽番組ということであるんですけれども、うん、曲はあんま流さずにいいの大丈夫かな。今日はね、最高に、楽しんでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。イエーイ。どうですか、最近。え、最近ですか、うん、まあ、まず最近から聞こうか。まあ、いろいろ、まあ、楽しんでて、うん、まあ、プライベートも、まあ、いい感じですし、プライベートもいい感じ、いい感じですし、私の仕事の方も、はいはい、ちょくちょくと、うん、まあ、少しずつなんですけどお仕事いただいて、うんうんうん、最近よくテレビで見かける。そう、ありがとうございます、ね、結構声もかけていただく機会が増えて、うん、でゆりぼぶっていうのを浸透させたいから、うん、いろんなところでもゆりぼぶです、ゆりぼぶですって挨拶するようになったら、街でもゆりぼぶちゃんって言われるようになって、うん、それがすごく嬉しいです。これまあゆりのファンならゆりぼぶの経緯はわかると思うんだけど、はい、これを初めて聞いた人たちは何故ゆりぼぶなんやって話やと思うのでそうですよね。ゆりからゆりぼぶに浸透させたかったきっかけある？いや、全くないです
ないんですが、あれでしょ、スポンジボブに顔が似てるからメリボブなんでしょあーベビーめっちゃバレてる。そうです、そういうことなんです。まあ、ちっちゃい時からスポンジボブが大好きで、うん、すいませんボブさん失礼します、お帰りしますって言って、あ無許可で、いいね、うん、撮ってるのであんまり触れないでほしいんではあるんですけど、あでも大丈夫だよ、うん、メイリーズジャムのこのロゴ見たらわかるよM&M に許可取ってないから、じゃあいいですよね。でもちゃんとあれメイリーズジャムって書いてるんだよ。めっちゃさっき気づきました。だからめっちゃ可愛いと思って、ちゃんとデザイナーさんに作ってもらったんだよ。あ、そうなんですね。こだわってさすがっすよ皆さん、メイリー先生のセンスえぐくないですか本当にダンスの時から思ってたファッションセンスから、うん、本当そんなことないよ。本当にそうです、マジで。いやいや本当、はい、ありがとう。びっくりしたよ、誰かがめっちゃ覗いてるかと思ったら全然違かったです。危なかったそうね、ここは収録室からお送りしてるので、うん、あっち隣ではね、はい、生放送も行ってますが、いやいいですね雰囲気、ちょっと温かみになる、ちょっと暗めな、わかる、いい、なんかねここお酒飲みながらやってる人とかもいるのよ。結構自由。そう、あのそういうコンセプトでやってる方とかもいるので、あそれもまた違っていいですね。今度、これ今昼間なんですけどこれ収録しての実際昼間なんですが、はい、はい、やっていこうと思います。わかりました。はい、じゃあね、早速なんですけど、うん、はい、ちょっと、ゆうりとの出会いを深掘り今日はしていこうと思って、もうファンの方ならね、うん、知ってるようで知らなかった話とか私たちの間にはたくさん間違いない、たくさんあるので、はい、ちょっと一つずつ聞いていこうかなって思っているんですけど、はい、ぶっちゃけ、うん、私との初対面覚えてますか？覚えてます。おー、OK。 初対面の印象、はい、まあその当時、まあやっぱりメイリはメイリ先生として初めましてだったと思うんだよね、はい、最初、うん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 、どうでした？いや一番最初は、うん、チューニングキャンディのオーディション、うん、チューニングキャンってオーディションがあったんですよ。私は7人グループで一番最後に入ってきて7人目のメンバーとして選ばれたんですけど、はい、 そうでしたね、それのオーディションがあって、私ともう一人ね女の子がいたんですよ、うん、その当時誰どっちかが選ばれるか覚えてないですか？全然覚えてないあ、いたよいたよ、いたいそれで私は事務所に来て、うん、あっこちゃんっていう、うん、あっこちゃん、はい、あっこちゃん好き好きっていう曲があるんですけど、はい、それを一回踊ってみてチュニキャンに混ざってどういうイメージが合うのかっていうのをやりたいと社長がおっしゃって、ね、じゃあそのあっこちゃんの振り付けを教えてもらいますってなって、うん、事務所に来てくださいって言われて扉を開けた瞬間、その時、うん、メイリー先生一人だけ立ってたんですよ。あ、本当？でも私超緊張で、ダンスも未経験だし、もちろん歌もやったことないし、うん、やばい、どんなもうダンスってどんななんだろう、めっちゃ厳しいのかなみたいなって思いながら、うん、まあ、K-POP も好きだったからやっぱ怖いイメージがあったので、うん、どうなんだろうどうなんだろうってさ、こんにちはって言われてあ、めっちゃテンション高い、え顔ちっちゃ、え可愛すぎない、え本当にダンスの先生って思って、うん、もうそっから最初から最後までずっとテンション高くて、そうだったかな、そうだったかもしれない。覚えてなくないですか、メイリ先生？メイリは、うん、あの初対面よりもめちゃくちゃ印象に残ってることがあって、はい、うん、私はユーリと会う前に社長から、うん、やばい見つけだっていうのを聞いてたんだよね。はい、あのスカウトされたと思うんだけど、はい、そうですね、スカウトされたそのやばいめっちゃいい子いるっていうのを聞いていて、はい、社長から、うん、あついに見つけましたかと、うん、ですごく会うのを楽しみにしてた。もう聞いてた、ゆうりと初めて会ってこういう話をしたんだ、はい、この子連れてくるねって社長が言ったことをすごく覚えていて、はい、だから写真とかも事前に見ていて、うわどんな感じですかって。でその時はすごくスキルよりもメリーやっぱ中身が気になったから、うん、どういう人柄でしたかとかっていうのをめっちゃ話して、はい、うんうん、あ大丈夫だよ、すごい理解のある子だからって言って、はい、もう楽しみすぎてテンションが高かったんだと思う、はい、そういうことか。そうやっと会えたわ噂の子っていう感じで、え嬉しいです。でもすごいそっから何にも別になんて言うんだろう、本当に未経験なのっていう感じのこう
早かったよね、飲み込みが。いやだから本当に皆さんに伝えたいのは、やっぱ私はそのメンバーよりもダンスがやっぱ未経験な分、うん、やっぱついていけないとかあったんですけど、うん、自分の中で絶対にメイリー先生がダンス下手とか関係ないからっていつも、うん、もういつも言ってて、まあダンスレッスン終わった後、じゃあ一回みんなで踊ってみようとかの時も、うん、ユーリ関係ないかんねみたいな、みんなダンス上手い下手とか関係ないから、マジここだからってよく言われててマジバイブスだからみたいなそうだよね、私そこ見てるから恥ずかしがらずに、うん、そこはやめてねみたいな、うん、っていうのを毎回言われてたからこそ自信がな、うん、なんかわかんないけど自信があったんですよ、その当時の私は。確かに全然できなくても、あ、メリー先生はちゃんとそういうところじゃなくて自分がどう表現したいのかっていうのをちゃんと見てくれてる先生だっていうのがあったからこそ、うん、あの私は生きていけたんだって思います。嬉しい、そういうちゃんと受け取ってくれてたんだね。もちろんでございますよ。なんかチリキャンのメンバーってさヘラヘラしてるからメイリの真面目な話さちゃんと聞いてるかなって思ってたよちゃんと伝わってたんだ。もちろんですよ、もういろんなもう評価いっぱいさせてもらいましたから、皆さん、うん、今の子たちやってるのかなって思うけど。確かにね。でも、うん、チニキャンの時は本気で、みんな本気で頑張ったよね。はい、メイリもすごく頑張ったと思うなもういっぱいぶつかりましたね、うん、いっぱいあったね、いろんなことが、うん、だしね、チニキャンのメンバーみんな我が強いし自分がナンバーワンだと思ってるから常に。え、間違いないです。そう、本当に自分がナンバーワンなんだよね。そうなんです、基本的に。メイリー先生がチニキャンの本当に普通の会話でですよ、うん、なんかもうそういう、ね、なんか笑いに走ってるとかじゃなくて、うん、真顔で、うんうん、え、君たちさみたいな、うん、このメンバーの中で誰が一番本当に可愛いって思うみたいな。そう、レジェンドだったあれ一番誰だと思うって言って、うん、一人一人聞いてったら、まさかの全員自分。そう、全員自分だったの。しかもみんな可愛いって言わなかった。真顔でしたよね。真顔で、自分が、え？みたいな、自分だけどなってそれ見てメイリー先生がもうあんたたち最高最高そのままいけっつって。でもそういったちょっとまあライバル心もありながらできたのは、うん、メイリー先生のおかげだなって思います。本当にねえ、本当にそうだった、うん、みんななんかプライドがあって、尖ってましたから。でもそうそうそう、でもなんかそれでいいって私は思ってた、いつも。いやだからそれがありがたかったですね、うん、もう生意気、ほんと生意気だったんですよ私たち。もうそれを心の広いもうあったかいメイリー先生だったからこそあれはできてました、うん、あのダンスは、レッスンは。なんかそっちの方を、うん、モテない子の方がやっぱり多くって、お利口さんになっちゃってるよね最近の若い子たちは。多分ちょっとさ あって、うんうんうん、なんかそれぐらいメイリーが先生だからって先生のことの言うことだけを聞くとかじゃなくって、うん、はい、それに自分の意見を足せる子がすごくチュニキャンは多かった、うん、あ、うん、あ、それで言うと、うん、まあ、メイリー先生が振り付けしてくださっているこのチュニキャンの曲って何個かあるんですけど、うん、その時に、うん、メイリー先生は、まあ、自分のパートとか自分がセンターに来る時って、うん、本当に自分にしかスポットライトが当てられてないぐらいの勢いで、うん、誰もが自分を見てるっていうイメージで毎回やってってよく言うんですけど、その時に、まあ、歩き方にしろ手先にしろ、うん、じゃあ私がこう表現したいって結構チュニキャンって一人一人あったんですよ。あったね。なんかまあちょっと綺麗めな、ここが好きな子もいれば、はい、ヒップホップが好きな子もいれば、そうだった。それをどうやってメイリー先生は多分本当に大変だったと思うんですよなのに、ね、誰も否定せずいつも意見を聞いて、うん、あ、なるほどね、こういう風に表現したいんだ、だったらこういう風にやったら見せ方もっといいと思うからって一人一人に寄り添ってやってくれてたんですよ、うん、そうだったかもしれない。それ大変でしたよね。めっちゃ大変だったよでもすごいわかるって感じだったし、なんかメイリ自身がこのチニキャンがメジャーデビューするまでお手伝いをしたけれども、はい、うん、その時から自分の中でチニキャンはアイドルじゃないっていうのをメイリは確信していたから、なんかアイドルではない、はい、アーティストとして輝いてほしいみたいなのがすごくあったし、メイリもそのアーティスト活動を始めたての頃とすごく重なってた部分があったから、もう曲げられないものは曲げられないじゃん。好きなものだし、好きなものが心動かすじゃん。だからそれを絶対になんかなくしてほしくないっていうのはめちゃくちゃあったから、
それをすごい意識してたかな、レッスンの時は。だって、うん、そうだよ、だってみんな違ってみんな良すぎたから面白いぐらいに違うし、いや本当みんなかっこよかったし、まあだけどなんみんな違うんだけど、うん、やっぱりメイリのイズもちょっと持ってる子たちだよね、うん、なんかなんかメイリの部分もあその部分取ったんだ君はその部分持ってるんだっていうのはなんかちょっと今でも思う。あ嬉しいあなんかあるな、よかったって、うん、本当にあの時間を一緒にしてよかったなってすごく思う。毎日8時間ぐらいずっと一緒に朝から夜まで夜まで行って一緒にいたね。みんなに夏休みなかったもんね。なかったです。でも楽しかった、青春でした、ね、本当にあれはすごいいい経験になったよね、うん、もうめっちゃ楽しかったです、うん、そうだね、はい。でもデビューしてからのお話とかは、うん、多分いろんなところで有利って、ねはいね、してきたと思うんだけど、はい、こうやってもう、うん、なんだろう、ね、デビューする前の、はい、メイリたちの話だから、はい、なかなか話すタイミングがなかったよね。そうなんですよ、私メイリも言っていいのか分かんなかったしねそうそうそう、やっぱ事務所が関係しますから、そういったところでもう話すけどさ今日はもう存分に話すけど、そうでもそうだったね、はい、でも懐かしい、すごくいい経験をしたよね。懐かしい、うん、後悔はないんじゃない。もう本当に一切うん、なくって、うん、あの時を全力でやったからこそ、うん、なんだろうな、ちゃんと弾けて、うん、ちゃんとぶつかったし、うん、それはもちろんメイリ先生ともぶつかったこともあるし、その自分の表現だったりっていう面でも、うん、なんでみたいな、うん、でもそれをできたのはあの時の環境を作ってくださったからこそ、うん、であってやっぱりまあ大人の方がたくさんいる中で、うん、もちろんお利口さんにするのも本当にいいことなんですよ、うん、当たり前やっぱり年上の目上の方の言うことを聞くっていうのはもちろんそうなんですけど、うん、その中でやっぱり自分が本当に本心で思ってることだったり、うん、何か言われた時への対処法とかやっぱメンバーの中7人もいたので、うん、もちろん当たり前ぶつかることも多かったし、うん、そういった時になんだろう、寄り添ってくれている人がいるっていう安心感はすごく私も、もちろん他のメンバーも絶対そうだと思うんですけど、うん、メイリ先生っていう方の存在っていうのはすごく大きくって、うん、もう永遠ビッグラブですもう本当に尊敬、もう大尊敬するダンスのも大好きな先生です。でもそれで言ったらメイリもチュリキャンに育てられたと思ってるよ、うんはい、えー、いっぱい学んだことが多い。聞きたい聞きたいあるあるだって本当にそれで言うと、はい、まあ、メイリは東京に出てアーティスト活動をしていたんだけど、うんはい、やっぱりいろいろこうあって、うん、まあ沖縄に戻って拠点を沖縄に戻すっていう状態になった時、はい、まあ、正直にボロボロでした、うん、その時やっぱりさメンタル面こうメンタル面でかなりボロボロだったんだけど、はい、うん、だからあの表に出るのが怖くなってしまってた時期だったから、それでも携わりたいっていうのがあって裏方をしてたんだよね。ちょっと裏方っていうかそのタイミングにチュニキャンの練習生の子たちがいたから、ここでこう教えるタイミングが、メイリもその縁があってそれをしていたから、だからなんていうのかな、メイリは指導者に向いてて指導者をしていたわけではなくて、そのアーティストとして前に出るのが怖くって表に出られなくって指導者になってたって感じだったから、その時そう自分は指導者として磨くぞって感じよりはもうやることが限られ、自分の心のいっぱい、うん、いっぱいいっぱいさにできることだけをやった感じだったんだけど、うん、でもそれがまたおかげで、うん、そのあメイリはメイリとしてこういうこともできるんだっていうなんか発見にもなったし、うん、はい、それをそうやってこう今でもなんかいい時間だったって言ってくれることも、うん、本当にメイリもその通りだと思ってて、うん、本当にいい時間だったし、いや本当にそうです、うん、だなんなら一時期メイリ先生の振り付けかしか嫌っていうぐらいもうみんなえ今回メイリ先生の振りじゃないですか、えメイリ先生振り入れてくださいよっていうぐらい、うん、もうみんなメイリ先生のカラーに染まっていたから、うん、っていう面ではメイリ先生は、ね、まあ、チュニキャンを筆頭にまあダンスを教えたりとかそういうメンタル面とかで気をつけてたことっていうかあったんですか、うん、気をつけてたことか、えでも、はい、対等、あ
でも確かにそれは感じたかも。誰かをめっちゃ褒めるとかもない。本当にみんな平等、いいと思ったらいいって褒めてくれるし、私一緒に作ってるイメージがあったから、メイリはチュニキャンのメンバーではないけど、うんうん、目線は同じところから作りたかったっていうのがずっとあって、うん、それはなんかあったかな。教えてるって思ったことはあんまりなかったかもしれない、もういつまでも同じ目線で考えたかったっていうのと、うん、なんかやっぱりそのデビューをしたからしてないからじゃなくて、はい、その人自身に価値があるってことだけは忘れないでいてほしいっていう思いがめちゃくちゃあったから、それをすごい意識したかなっていうのがあるかな。うん、嬉しい、はい、さ素晴らしすぎる。もうね話したらね好きないんだけどね、はい、でもここでまあせっかく音楽番組なの で、ね、あのゆうりの、はい、すごく好きな曲というか、はい、大好きな曲を、はい、もう終盤なんだけど届けたいと思います。はい、お願いします。私はずっとこっちがいいような気がするから、あ、じゃあこっちにしようかな。はい、わかりました。じゃあ、まあ、私たちの思い出の曲ということにしましょう、はい、私たちの思い出の曲で、レッドベルベットでレッドフレーバー。あ、YouTube アーカイブ配信ご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。ゆうりとめいりです。ゆうりとめいりさんです。そう、もう喋りすぎて終盤ですが、早い。副音声はこのタイミングで。わ、副音声を楽しめるなんて、じゃあもうラジオもじゃ、 YouTube も見ないといけないじゃないですか。そう、 YouTube も見てもらいたいよね。そうですね、どっちも楽しめるって。かわいいよ、かわいいお顔と。スクショタイム。スクショタイム。これはあれ、え、これメイリ先生こんなできるんですか。あ、できそう。はみんなこれスクショして。あ、あ、いい。誰かこれスクショしてくれるかな。いい感じ。この曲は良いんだよな。懐かしいな。いいね。いっぱいありましたね、カバー。K-POP カバー。やりましたね。いろいろ、セブンティーンから。これめっちゃ覚えてるな。やったすっごいさ、はい、レッドベルを研究したよね。めっちゃ研究しました。ね、同じだぞっつって、なんか同じフィールドに立たないとダメだっつって目線のやり方から、表情の仕方から、すごくやりました、これは。懐かしい。それで言ったらもうめっちゃやったん。 K-POP の表情作りみたいなのをすごく、うん、メイリは教えたかったからね、うん、あの当時もずっと表情管理の練習ばっかりしてたよね。しょっちゅうも表情管理ってよく言われた表情管理って、しょっちゅう。表情管理大事ですから、表情管理は。でもチュニキャン以降はそこまで教えれてないね。へー、みんなそこまで上がってきてくれなくていやだからチュニキャンで言うと本当にもう表情、表情ありきだった。マジみんなよくって羨ましいぐらい、もうコートはコートにしか出せない表情とか、ね、ありましたね。あれどうやったらあんなセクシーが出るのみたいな、出るのって感じだったしね。で、アイコのあの迫力があるのも、アイコ一番変わったね。でも一番すごい変わった子だと思う。あ、確かに最初の時よりも自分を出すっていう面ではすごく大きく変化した。そうそうそう、男らしさがあったよね、なんかね、ちょっとね、途中から、え、アイコみたいな、あんなガーリーな髪長いアイコどこ行ったのっていうぐらい。そうだね、めっちゃいろいろありましたね。じゃあまた後で、また後で。めいちゃん、めいちゃん、めいりーす、ちゃん、めいちゃむ。は
い、お届けしましたレッドベルベットでレッドフレーバーでした。いやー、これはよくやりましたね。本当、あのね、副音声の機能をね、うん、YouTube アーカイブ配信で聞けるのでぜひ聴いてほしいんですけど、はい、私たちの思い出の曲で、すごく練習の時にね、そうなんです、使った曲で、本当にレッドベルベットを真似てやるっていうのも、そうなんです、なりきって、なりきってやる練習をすごくしていました。はい、大事なんですよね。いや、まあこんな話をね、もう練習デビュー前の話だけで、うん、エンディングが来ちゃったんだけど早いんですけど、まだまだ喋れる。これ聞いてくれてる人も驚きだよ、もうあんのって。え、絶対そうですよね、うん、ということなので、はい、来週もいいんですか、はいはい、来週もこの続きをね、楽しんでもらえたらと思うので、来週も引き続きゆうりに出演していただきます。イエーイ、嬉しいまだまだ喋り倒します、ね、もう本当にやばいよね、うん、メリたちもしコラボでインスタライブとかして終わんないんだよ平気で 2,3 時間やってますよね。やってるかもしれないね。でもちょっと同窓会インスタライブとかやりたい。あ、やりたいです。みんなでつなげてね、うん、誰が喋るんだろう、誰が回すんかな。うるさいだろうねうるさいよ、私たちだったら、うん、絶対そうですはい、ということで引き続きね、来週も、ゆうりに参加してもらいたいと思いますが、今日一回どうだった、やってみて。あ、もうもっと喋りたい足りない足りない、うん、メリセテと久しぶりとか、相変わらず可愛いのよ。いやいや、顔ちっちゃくてからスピンなのになんで肌綺麗やねん。いやいやいや、マジで。まあそれは YouTube 見てください、ま、たじゃあ来週お会いしましょう。パーソナリティメイリとゆりばぶこと浜川ゆりでした。バイバイ、バイバイ。